皆様、本日はお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。株式会社レオプラン代表取締役社長、杉田でございます。それでは、これより2024年9月期第2四半期決算についてのご報告をさせていただきます。 初めに2024年9月期第2四半期の決算実績、続いて通期の見通し、そして最後にトピックを3点ご説明いたします。まずはサマリーから参ります。2024年9月期第2四半期の決算は、大型の心臓改築案件の売上形計上により、 前年比で増収増益となり、通期見通しに対して、利益ベースで約9割の進捗となりました。一方で、下期は大型案件の売上形状はなく、利益が減少すると見込んでいるため、基礎の予想を据え置くこととしております。3点目、トピックとして強化を図っております。 一括補修ビジネスについてご説明いたします。最後に ROE の改善に向けた取り組みについてご説明します。それでは各項目の説明に入ってまいります。ではまず2024年9月第2四半期の決算実績についてご説明いたします。 当期第2四半期は、視力であるミディカルトータルソリューション事業において、大型の心臓改築案件の売上形状があり、複数の大型案件の売上形状があった2022年9月には及ばないものの、大型の案件がなかった前年2023年9月期と比較すると、売上高はおよそ5%の増加。 営業利益は36%の増加となりましたその他セグメント別の業績については次のスライドにてご説明いたします右側の2024年9月期続きの見通しについては後ほど詳細にてご説明しますが基礎の予想に対して先ほど申し上げたとおり大型案件の形状もあり 売上高で進捗率50.9%、営業利益では89.5%と約9割の進捗率となりましたが、下期は上期のような大型案件の売上計上はなく、利益が減少するとむくんでいるため、秘書の予想を据え置いております。では次のスライドに参ります。 こちらがセグメント別の業績推移です。セグメント別の売上高、営業利益、営業利益率の推移をグラフで示しております。過去の期間については通期の数値、当期は第2四半期の数値となっております。左側、メディカルトータルソリューション事業では、比較的採算の良い大型の心臓改築案件の売上が計上されたことで、 増収増益となり第2半、第2四半期地点では利益率が上昇しております。ただし、通期では下期で大型案件の形状はなく、利益率は前年と同程度の水準となることを想定しております。中央の遠隔画像診断サービス事業は、先ほどのスライドのとおり、独営診断数の増加により、 売上高は前年同期比で2.9%の増収となったものの、独営サービスの質の向上を目的とした専門医への委託費の単価アップ、人件費負担増加などで利益は減少しました。通期でも同様の傾向を想定しております。右側の給食事業は第2四半期では材料費や人件費の高騰はあったものの、 価格見直しなど、収益性改善の取り組み効果により、前年同期比で増収増益となりました。次のスライドに参ります。続いて、市販機ごとの業績です。メディカルトータルソリューション事業は、資料型のビジネスであり、売上の対象となる案件の代償、高により、市販機ごとに売上高が大きく変動します。 当第二四案期は、心臓改築案件売上が減少したものの、その他の領域での売上増により、対前年比、対第一四案期比、ともに増収となりました。利益については、対第一四案期比では増加したものの、心臓改築案件の減が減少したことで、前年同期比では減少しました。 遠隔画像診断サービス事業については、売上は堅調に推移しておりますが、利益は委託人件費の負担増で2022年9月期と比較するとやや低下しております。給食事業は材料費、人件費の増加を価格見直しなどでカバーしております。次のスライドに参ります。 こちらのスライドでは連結ベースで前年同期比と比較した経常利益の増減要因についてご説明します。当第二四半期累計では対前年同期比で1.1億円の増益となりました。これまでご説明したとおりメディカルトータルソリューション事業において心臓改築案件の大型案件の増加を 主要因とした増収の影響と他の案件も含め粗利率が上昇したことで売上総利益が1.6億円増加しました一方で人件費や営業活動の活発化による交通費の増加など販管費は0.7億円の増加となりました営業外収支については前年計上されていた コミットメントラインの設定手数料が当期は計上されないためプラス0.1億円の増益要因となりました。以上が計上利益の増減要因でございます。次のスライドに参ります。こちらのスライドはメディカルトータルソリューション事業の市販機ごとの売上の推移をグラフで示したものです。このうち、 茶色の部分が視力となる心臓改築案件の売上高となります。こちらについては、第一四半期において大型案件の売上計上があったのに対し、第二四半期では大型案件の売上計上がなく低い水準となりました。一方で心臓改築案件以外のその他の医療機器の売上が増加し、メディカルトータルソリューション事業の売上高は 対対前年同期費対第一試案期第で増収となりました。次のスライドに参ります。こちらのスライドは、メディカルトータルソリューション事業の売上の内訳の推移をグラフ化したものです。前期までの数値は、通期の数値。当期は、第2四半期時点の数値です。心臓改築案件の売上は、 一見大型案件の形状はあったものの案件数規模ともに減少し通期でも前年比で減少する見込みです一方で注力中のシステム保守・予防医療などの領域では当第二試案期はその他の機器の売上が増加し前年実績を上回っておりますシステム・保守などの領域も堅調に推移しており 通期でも前年比で増加を見込んでおります。次のスライドに参ります。当第2四半期末時点での財政状態についてご説明します。前期末と比較して、総資産は12億円程度減少しており、その要因としては、前期9月頃ろ売上が集中したことに伴って、増加していた売掛金と買掛金が、 決済によって減少したことによるもので、実質的に大きな変化はありません。現預金は59億円となっており、このキャッシュは、消費者金融や M&A などの原資として活用する方針です。次のスライドに参ります。最後に、キャッシュフローの状況について説明いたします。当第二四半期は、営業キャッシュフローは、 5.2億円のプラスとなりました。なお、前年同期は2.2億円の赤字でした。当期の主な要因は、税引き前、当期純利益の計上のほか、売上債権、仕入れ債務の決済タイミングによる運転資金負担の軽減、税金の還分などがあったことによるものです。投資キャッシュフローは、紙期は大きな支出はなく、2200万円です。 となり、フリーキャッシュフローは5.0億円の黒字となりました。財務キャッシュフローは主に配当金の支払いによるものです。以上が2024年9月期第2四半期決算の実績のご説明となります。続きまして、2024年9月期、通期の 決算見通ししについてご説明します。このスライドでは過去の実績の推移と当期2024年9月期の通期の見通しを記載しております。先ほどご説明したとおり、第2四半期時点での基礎の業績予想値に対し、売上で50.9%、営業利益で89.5%と、 約9割の進捗率となっておりますが、秘書の想定通り、下期は大型の心臓改築案件の売上形計上はなく、上期と比べて利益は減少する見込みであるため、秘書の予想を据え置いており、前年比では減収減益で見込んでおります。セグメント別でも、現時点での従来想定からの変更はありません。次のスライドに参ります。 ミディカルトータルソリューション事業の売上の内訳の推移を示したものです。売上の内訳についても、基礎の見通しを据えております。心臓改築案件の売上の減少に対し、医療情報システム、保守、予防医療、その他機器の領域の売上は増加を見込んでおります。この領域に含まれております一括保守ビジネスについては、強化を図っておりますので、後ほど トピックススににおいいてご説明いたしまます。す。次のスライドに参りますこちらのスライドはメディカルトータルソリューション事業における心臓改築案件向け医療機器一括販売の推移を示したもので先ほどのスライドで茶色で示した部分であります第2四半期までで約40億円の実績となっておりますが 20億円超の案件については、第2四半期までで計上済みであり、下期は比較的、小規模な案件の売上形計上のみで、通期では59億円の売上となる見込みです。次のスライドに参ります。こちらのスライドでは、心臓改築案件売上の先行しようと捉えているトータルパックシステム業務の受注件数の推移をごラフにしております。 トータルパックシステムはお客様のすべての期待、要望に応えるため、新築移転のための基本計画から会員までのさまざまな場面でノウハウ及びソリューションを提供するもので、受注から数年、場合によっては10年近く年数を要する場合があります。このトータルパックシステムの業務の受注件数が折れ線グラフで示したものです。 当期の新規受注件数の堅調に推移しており、3月末時点で7件受注しており、今後の売上の拡大に寄与していくものと考えております。次のスライドに参ります。こちらは、経常利益について当期の通期見通しと前期の増減要因を示したものです。 これまでご説明した減収の影響によりマイナス2.8億円を見込んでいるのに対して、あら利率は紙機の高採算案件のほか、顧客に対する付加価値の提供を追求することによって上昇を見込み、プラス2.4億円の影響と見込んでおります。コストについては現状では前年並みの着地を想定しております。営業外収支については、 前期計上のコミットメントライン設定手数料の減少などで、0.1億円の増益要因と見込んでおります。以上の結果、4億円の経常利益での着手を現時点では想定しております。次のスライドに参ります。続いて、四半期ごとの経常利益の推移です。 第2四半期までの実績はこれまでご説明したとおりですが、基礎の想定通り、下期は大金の人造改築案件の売上計上はなく、上期に比べて利益は減少する見込みです。以上が通期の業績見通しについてご説明となります。最後に、主要なトピックスについてご説明します。 トピックスとしてこちらの3点についてご説明いたします。トピックスの1つ目は一括保守ビジネスの強化についてです。まず一括保守ビジネスの中身ですが、これは病院向けに個々の医療機器保守を当社が一括して受託し、医療機器管理業務の効率化を提供するビジネスです。これまで保守業務については、 当社が機器を販売した病院に対して、納入済みの機器のメンテナンスを行うことをメインに提供してきました。これをこれまでの営業活動の対象としていなかった病院を含め、病院の複数の機器などを一括して保守業務サービスとして提供する一括補修ビジネスとして強化していくものです。 この一括保守ビジネスを強化していく当社の狙いは、記載の4点となります。1点目が一括保守ビジネス自体での収益の獲得です。2点目が一括保守の提供によって顧客の課題解決を行い、当社の主力である心臓改築案件の獲得などにつなげるための関係を強化していくことです。三点目。 当社が保有するキャッシュをこのビジネスの中で商社金融として活用し顧客のニーズに応えていくことですそして4点目一括補充業務の提供を通じこれまで拾いきれなかった病院の新たなニーズを発掘し他のビジネスに展開していくことを考えておりますまた一方で顧客である医療機関のメリットとして 次ののようなものを想定しています1つは、危機保守管理業務を個別に行う場合に発生する人的・資金的な負担を当社が一括で自作することで軽減すること、次に急に発生した修理も含め、予算の平準化に寄与すること、そしてこれらの結果として、資金余力が発生することで、経営上の選択肢が増えることとなると考えております。 ターゲットとして全国に約1900病院近く存在する200床以上の比較的規模の大きな病院を設定した上で営業体制として専門スタッフを配置すると同時に当社の全ての営業人員がターゲットとなる病院に対し積極的にアプローチしていき一括補充ビジネスを拡大していきたいと考えておりますでは次のトピックスに参ります トピックスの二つ目として、ROE 改善への取り組みについてご説明します。まず、当社の ROE の実績の推移、またこれを分解した各仕様の推移となります。前期2023年9月期の ROE は5%と低い水準となりました。この水準は当社の資本コストを下回る水準であり、引き上げていくことが必要と認識しております。 また当社は資料型のビジネスを展開しており一つの目安となる8%超えるきもある一方で安定的に計上できないことも課題と認識しております ROE 改善のために課題となる点としては特に利益率の改善とその安定的な獲得そして総資産回転率を高めていくことだと考えています 具体的な取り組みの方針について次のスライドにてご説明します分解した各仕様についてそれぞれ改善・向上に向けた施策とそれぞれの新築状況をまとめましたこの中でも最も優先すべきと考えているのは利益率の向上ですそのための施策としてまずは 主力であるトータルパックシステムのの獲得の強化は継続してままいりますそのため営業人員の強化と受注獲得のための専門部署による新金案件へのアプローチを強化していきますそれと並行して採算を <coughs> 重視した営業も継続してまいりますまた IT 関連ビジネスや先ほどご説明した 一括保守ビジネスの強化に努め、利益率の向上と安定的な獲得に努めてまいります。総資産回転率については、一括保守ビジネスにおける商社金融の活用、関東圏への人材配置による売上拡大、M&A の活用などで改善させていただきます。財務レバレッジについては、最適な資本構成について検討を続けておりますが、 引き続き株主還元の充実に取り組みでまいります。以上の施策により ROE の改善に取り組んでまいります。最後のトピックは、資本コストや株価を意識した経営についてです。まず、現状については、当社の PBR は1倍を割る水準で推移しており、時価総額から現預金を差し引いた企業価値は マイナスとなっておりますこれは ROE が十分な水準を安定的に獲得できないことまた当社自身やその成長戦略を投資家の方々に十分に認識いただけていないことが大きな要因と考えております先ほどご説明した ROE 改善への取り組みと同時に IR 活動やコーポレートガマンスの強化により 資本コストを引き下げる努力を継続してまいります。引き続き、弊社の活動へのご理解とご支援を賜りたくお願い申し上げます。こちらは、業績、財務数値を要約した表ですので、参考にご覧いただければと思います。私からの説明は以上となります。 ご清聴いただきありがとうございましたそれではこれより質疑応答に移らせていただきますそれでは最初の質問ですコロナ感染の一巡以降病院側の投資意欲はどのように変化していますか今後本格的な需要の盛り上がりは いつ頃と判断すれば良いでしょうかはい分かりました病院側の投資意欲というところと我々の市場マーケットとは若干2つに分けて考えないかと思います病院側の投資意欲についてはコロナの間で補助金等を含めましてえー、病院内の収入は補助金でかなり えーまあ、十分利益が出ている状況にはなっております。ただし、コロナ明けからその補助金等が踏ま,れて踏まれなくなるので、経営的には非常に厳しい状態で、おそらく新しい何かの投資を、今のところ、一般病院についてはあまり顕著に進んでいないとは思っています。ただし、我々があがビジネスとしている市場、 簡単に言いますと、新築移転、あるいは増改築の市場から見ますと、当社はコロナ明け、約この1年間ぐらい、積極的な営業展開をしてまいりましたので、その経験から言いますと、先ほど説明したとおりの、紙機で約7件の、このトータルパック案件の受注の入り口になるところの契約も7件しております。そして、 このビジネスの、まあ、営業展開を続けていく中で、ユーザー側がどう考えているのか、あるいは結果的にどうなっているのかと申しますと、当然、まあ、皆さんもご存知のように、建築単価があまりにも高くなっています。1年前に国、あるいは厚労省が、病院の坪単価の設定、補助金を支払いに対しての設定金額を、 まあ例えば、例えばじゃないですけど、実際には、えー、っと平米で六十数万円ですから、へえー、坪でいうと180万ぐらいの設定をし,たいしていたんですけれども、このお半年の現実的な坪単価、ゼネコン術の坪単価は200万を超えております。そういった状況でありますので、えー、計画がああできており、着工間際の案件で、 1>, 1年間延期するとか、ダウンサイズングするとか、そういったことを検討している施設ももちろんあります。ただ、病院の建て替え、新築の案件については、時間がかかるものですから、スタートした地点での計画を、我々の今の営業展開の中では、ほぼ原稿通り言っておるように、私は感じております。以上です。 はい、もう一つあの市場環境に関すする質問が来ております物価上昇の影響、建設費の高騰や、医師の働き方改革など、病院を取り巻く環境は厳しくなっていると思いますが、それによる事業への影響と対応の方針をお聞かせくださいわかりました、もう今のこの質問は私が先ほどの質問に答えた内容で、多分9割回答できていると思ってはいます。 確かにその、うんまあ、人件費の高騰、あるいは人手の不足は、今の病院の中では厳しい環境にはなりますけれども、当然、病院の経営、あるいは病院業務を遂行するにあたっての人的かつ、そういう経済的なことは当然、必要になってくるわけで、だからといって、何かを縮小するとかいうことは現状の医療機関にはなく。 新しくものを調達することは控えておりますけれども、そのことは当社のビジネスモデルとは違う、違うというか、当社の利益を獲得するビジネスとは違うところのことなので、当社の影響はないかと思っています。また、先ほど説明したとおり、この1年で、特に上期半期で7件のトータルパック販売の受注件数があるということを、 と説明しましたので、当社ビジネスについては影響はないということです。はい、一括保守の売上利益に対し、どの程度の貢献を見込んでおられますでしょうか。それが実現するまでの時間軸と合わせ、差し支えない範囲で解説をお願いします。あ非常にあの私が答えるには難しいあの質問です。一括保守のビジネスは、先ほど説明した通り、ユーザー側に いろんなメリットがあります。1年かかるメンテナンス費を1年間据え置いた後と、12分の1の平準化によって資金余力があり、経営に寄与します。それだけでも病院にとっては大きなメリットです。ですから、このビジネスを我々は強化していく、先ほど申しましたように強化していくということになります。一括保守は大体 まあこれはあの川山業じゃなくて、大体になりますけれども、1病院あたりで1.5億円ぐらいの売り上げになると思っていますので、それは過去の経験じゃなくて、今現在、当社が一括保守を十数億契約してやっているからの答えです。ですから、1.5億円ぐらいを、われわれの営業の努力で、少なくとも5年以内に、 60件、70件の契約を受注して、100億まで伸ばしていきたいと、そのように考えております。以上です。トータルパックシステムについて、もう少し詳しく解説してください。当社は、新築移転、増改築案件を、 まあ主なビジネスの柱にしていますで、過去から、まあ、24年経つんですけれども、このトータルパック、病院が建てるのに必要なこのスパン、な3年間のス,スパンの中で、入り口、まあ、基本計画、基本構想、それから実施設計、それから着工となるで、その間に医療機器の選定をする。 医療機器にはいろいろな条件が必要になる。建築条件のことですけども、そういった条件を我々が提案をしで、最終的にゼネコンさんが工事をし、最終的に竣工に至る。その間の入り口の基本計画、基本構想、それから運用に関わる IT ですね、電子カルテは運用と全く同じように考えないかんので、そこに対する支援、それから 必要とされる機器のマスタリスト6000種類ぐらいあると思いますけどもそれをマスタリスト化するそして先ほど申した建築時保険をゼネコンに伝えるそしてそれをチェックをするそれで最終納入して会員となるそれら一連のノウハウをトータルパックと呼んでいるわけでどれをおおそらくどれをかけても病院はスムーズに オープンできないと、うん、私は認識しております以上で答えになってるかどうか分かりませんけれども当社が考えるトータルパックとは今言った並みのものですもう一度言いますこれをやるのに必要なのはコンサル力技術力それから IT に関わるまあ、運用ですね電子カルテに関わるその情報力 IT 力ということになるそれが当社の強みとなります 採用方針と直近の採用状況はいかがでしょうかはい、分かりました。社員の育成,育成に関する方針、取り組みについてもお聞かせ願えればと思います。はい、分かりました。あ当社は創業時2002年から、えー、新卒を採用してまいりました。なかなかわれわれのビジネスの中で、 初年時から新卒採用していた企業があるかどうかは知りませんが、私はずっと継続してきました。毎年。ここ数年、1年に10人ずつ新卒採用しようと、当社で決めて、それを今のところ、この4年間は実行できております。新卒10人,、えー、10人を採用することができております。と同時に、えー、専門職を、まあ、IT、ね、 とか、あるいは技術とかコンサルですね、ここについては中途採用もしております。先ほどの育成についての話ですけれども、若い人たち、先ほど言った新入社員2年生、3年生は、あ当然、先輩上司との OJT の中で知識と経験を積んでいくもので、それはそれなりに成長させることができます。また えー、中間管理職等におきましては、外面のセミナーに参画したり、あるいは、えーっとまあ、社内では、まあ、年に2回ほど、1泊2日ぐらいで合宿の研修をこの6月にも予定しております。そういった角度で、えーまあ、いろんな層での,その社員の育成を、 なかなか十分にはできていないもののステップアップをしていっている状況ではないのかなと私は思っています本社のここ最近の IR 指定はかなり変わってきたように思います何がきっかけになったのか教えていただけますでしょうかえっとど,どなたの質問かわかりませんけれども、はい、IR の姿勢を別に変わ 変えたつもりは別にないです。ただ、えー、当社の株価を見ていますと、一般の投資家に対する認知度が低いなと、以前から思っておりましたけれども、その認知度を高めるために、IR について、えー、まあ、セミナーを開こうとか、社内でいろいろ工夫をしております。ですから、変えたつもりはないですけれども、 なんとか、我々のやっている事業、なかなかもう一般の人が理解するのには難しい事業をやっているんですね。だから、でき得る限り、まあ、この医療機器商社で消耗品が4%以内、全売上げの、そんな会社はないんですね。ですから、当社は、当社のこう強み、やってることを、なんとか投資家の皆さんに理解していただけたら、 ああいいなあと、そう思いながら、IR ああを考えているということであって、変えているつもりはないです。以上です。一括保守についての質問が一つありますので、えー、そちらをち採択させていただきます。一括保守は、他の医療事象者さんなどはされていないのでしょうか。競合状況を教えください。はい、わかりましたお。おそらくやっていないいなと思ままます当社はたまたま 営業のプロジェクトの営業の展開の中で、ユーザーサイドから一括保守をやってみてはどうかということをオファーいただいて、今のところ約10億円ぐらいの売上を計上しているということで、もともと病院はメンテナンスを各メーカーとこう一軒一軒やっているわけで。 その全体をまとめてという発想は最近、ユーザーサイドで増えてはきていますけれどもおそらく、えー、営業サイド医療機器商社の方からこれをお、まあ、ビジネス化トータルでビジネス化するということはやっていないだろうしこのユーザーサイドに立ってこのメンタルの,その一括化をこう経験した実力というか まあ大変な作業なのでユーザー、ユーザー側の担当者に代わって、いろんな作業が増えてきますので、それをやれるノウハウがないとできないと思いますので、ただ、そんなに難しいほどのノウハウじゃないので、他の方が、商社が目指してくるかも分かります。それは分かります 以上ですですので、えー、株式会社レオクラン2024年9月期第2四半期決算期説明会については、えー、これをもちまして、えー、終了させていただきたく思います。本日は弊社株式会社レオクラン2024年9月期第2四半期決算説明会にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。